Everyday moments are the important moments that connect us. Kia ora, Moya. みなさん、こんばんは。11月9日火曜日、午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオから、旧名古屋、お送りいたします。今日ね、なんか王子ね、朝からずっとね、トイレに行く回数が多くてですね、ここへね、スタジオ入る前にも行きたいなと思ったんですけども、ちょっと我慢してね、なんかお尻がもぞもぞしてるんですけどね。なんかでもちょっといい感じでね、今日は喉の調子はいいものですからね、皆さんにね、素晴らしいトークができると思います。滑り王子マスクマンです。はい。週末は久しぶりに県またぎというか旅行に行ってきました。長野県、美味しいものがいっぱいでした。紅葉綺麗でした。癒された味噌煮込みスキンと同じくですね、長野県行ってきたんですけども、そこでですね、初めてですね、信州サーモンというものを食べまして、いやこれが美味しくてですね、これ長野県また特産品できたかなと思ったダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマは、今週のテーマは、泡バブルです。メールアドレスは、kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日は電話のゲストコーナーがあります。本日の電話のゲストは、FM ギノワン毎週木曜日21時から放送のパーソナリティ、ひふみさんになります。22時13分頃からとなります。この番組は、高級木材のご用名は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、自動車整備士を目指す方、奨学金、返金不要、名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ、絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海共和、沖縄の紅芋丸焼き、元部長誠餅店、アートワークウェブサイト、FMJG、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナゴヤ、はい、はい、先週のテーマでまだまだね、紹介したいと思います。先週のテーマ、キッチンでメール紹介します。はい、お願いします。はい、キウナゴヤの皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村のフルムーンイカリーです。ありがとうございます。我が家のキッチンは主に妻の居場所なので、食器や道具などの収納の仕方は妻の考えを優先させています。しかし僕がキッチンに入るときに、ここにあるべき道具がなく置き場所が変わっていたりすると、プチストレスになります。妻も自身の仕事を終え帰宅してからの家事をしてくれるので文句は言えません。かっこ言っちゃったけど、我が家のキッチンネタでした。あ、でもそういう時ありますよね。もうあのね、ついこの間も王子ね、あのスパゲティにかける辛いのなんだっけ、タバスコ、はい、タバスコがね、いつもの位置になくてね、大阪市しましたけどね、全然違うところに入ってましたけど、なんかね、あるつもりでそこに手を伸ばすとないとね、なんかとことん探したくなるんだよね。で、一生懸命探したのね。そう、探してあったんだけど、もう辛い、そうするとね、もう頭の中がね、もう辛いの辛いのっていうになるもんだから、余計にね、そう、余計にね、しても探そうってなっちゃう。そうなんです。なるほど。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。
もう一ついきますね。はい。はい。はい、お三方さん、こんばんは。こんばんは。小野新一です。ありがとうございます。ありがとうございます。地元、読谷村のギリシャ料理、キッチン58がすごく美味しかったのですが、昨年、北谷町に移転してしまいました。今はブラジル料理店と合体してさらにパワーアップしてます。特に黒豆の煮込み料理が最高でずっと食べられます。皆さんも一度ご賞味くださいっていうことです。はい。ギリシャ料理。ギリシャ料理。ですが、チャタンに今あるんですね。ブラジル料理とギリシャ料理の合併ってどんな感じなんでしょうね。ブラジルの料理はね、大体なんとなくわかるんですけど、ギリシャ料理ってどんな、うん、どうだな。ね、珍しいですよね。ちょっと気になりますね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、今週のテーマの泡でお送りしたいと思います。はい。ダンサーズさん、ミソさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、ゲストの、パカパカごっくんちょ兄さん、こんばんは、シュープリームです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ、泡。だいぶ前になりますが、能登半島の先端にあるランプの宿に泊まったのですが、夜遅くに露天風呂に入っていたら、真冬の日本海の荒波が岩に打ち付けてきたので、泡が露天風呂の近くまで飛んできて、幻想的だったのが懐かしいですね。あ、王子の好きな泡の国は金津園ですか、それとも関ヶ原を越えて大戸温泉ですか。王子はすすきのです。なんかね、それで思い出しましたけど、結構ツイキャスでみんなね書いてるのはね、なんかカリウシさんも、はい、ナルトラさん呼んでるよとか、あとカープボーイさんもテーマはって言ったらもうナルトラさんしか頭に出てこないけどなんでだろうって。いや、わかるでしょ。ギネスさんも泡と書いてナルトラさんと呼ぶとかって言って、すごい、すごいですね。このイメージが。イメージがね。あ、葛飾のうちんさんがね、ギリシャ料理、ムサカとか美味しいですよねって。ムサカ？ムサカってどういう風なんですか？ねえ、食べたことない、ね。食べたことない。ね、辛いとか甘いとか酸っぱいとかってそういうね、味覚的なこともわからないですね。ねえ、どんな料理なんだろう。気、うん、になりますね、はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。では、いきますね。はい。はい。リスナーのハートを逮捕するの、ジェニ型警部です。ありがとうございます。ありがとうございます。本日のテーマ、泡バブルといえば、やっぱり昭和の終わりから平成の初め頃にまで続いていたバブル景気の時代を思い出しますね。当時は今と違い、夢があった。テレビ番組もあり、人々が活気づいていた印象が残ってましたね。アメリカ横断ウルトラクイズは、まさにバブルの時代を象徴していた番組だったと思います。お三方にとってのバブル景気の時代はどう過ごしていましたかっていうことです。学生でした。うん、学生だからね、あんまりね、うん、そのバブルのそのね、うん、お金回りが素晴らしくいいみたいな、あれはあまりのないですよね。就職したのがちょうどバブルが弾けたばっかりぐらいなんですけど、うん、でも、やっぱり学生の時でも結構その、なんて言うんでしょうね、よくご飯を食べに行きましたね。なんか、それこそ家でご飯食べる日の方が少なくて、いつもなんか友達と夕飯を食べてた覚えがあります。なんかそれがもう、なんていうのかな、自然なこの、なんていう、生活リズムになっちゃってるような感じだったじゃないですか。もう、なんかみんながね。でもなんかすごい、なんだろう、ボジョレ・ヌーボーとかすごい高かったりとか、なんか高い、ね、そのレストランとかって全然違和感なく行ってた気がしますよ。あ、そうですね、やっぱり うん、そういうのありますね。ね、今だったら絶対躊躇するのになっていう値段の、ね、レストランとかに行ってたな、懐かしいな。なんか青春だよね。ねえ、という感じでしたけど、はい、はい、ありがとうございます。はい、あ、続いてですね、はい、お三方こんばんは、王子です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。結婚式をする際に、後払いにするために保証人が必要で、ある一人の友達にサインまでもらったのですが、急に結婚式場から意味もわからなく、サインしたと言われたと、電話があって無効になりました。ん？ん？どういうこと？どういうこと？サインまでしてもらったっていうことは、サインをしてくれたってことですよね、お友達が。うん、で、急に結婚式場から意味もわからなく、サインしたと言われたと電話があって、
またサインしちゃったのかしら。うん。うん。そのため無効になりました。その友達は、アホみたいにいなくなりました。その友達には、アホもよく、おごったらしちゃ、ですけどね、おごってもらったんですけどね、ってことかな。アホもおごってもらったってこと？アホもおごってもらったってことですね。あ、多分そういうことだな。マスクマンさんは、アワジオ好きですよね。では、アイカーブで聞いてやっぱりそっちに向いていくわけね。やっぱり皆さんそう思うんですね。泡をおごってもらったってことは、うん、結構お高いものをおごっていただいたってことだよね。お酒の話？え、何の話？いや、多分この最後のね、お話からすると違うね。あ、違うのね。はい、あ、はい、そうなんだ。はい、ということで。違う泡なんで。はい、ということで。はい。CM で、その後、電話ゲスト、ひふみさん登場です。キユナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 アキジャピヨーイ。整備士になりたい人、整備士学校に通う人、返金不要の奨学金、月額1万円を最大2年間支給。トリプルエイトが整備士奨学金を開始。まずはトリプルエイト名古屋でホームページをチェック。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里まんじゅうとくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわーっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。紅芋大好き。詳しくはまこともち店で検索。FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクター&オブジェクトの実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。キユナ名古屋。はい、電話ゲストコーナーです。本日は FM ギノワ毎週木曜21時から放送中の番組ひふみズバーの MC をされていますひふみさんになります。こんばんは。こんばんは。僕ちょ、噛まないで。噛まない。わかった。わかった。噛むなよ。わかっちゃった。こんばんは。いや。びっくりしたー。ナルサさん、順調に滑ってますね。滑ってた。いや、もう、ね、真ん中の人の方が、もう、ツルツルですけどね。誰ですか？見えないですよ、全然。あ、見えない。あ、見なくていいと思いますけど。隠れてるもん。ということで、改めて、自己紹介の方、よろしくお願いいたします。はい、皆さん、こんばんは。マスターこと、木曜日のマスターこと、牛乳屋のひふみです。ご近所、お久しぶりです。はじめましての方もいるのかな？よろしくお願いします。はい、ご無沙汰しております。今日は、はい、
今日は起きてますよ。起きてますね。そこ注目だったんですけども、一応自分も気になりまして、いつもね、ゲストさん、お出になる場合は、9時半頃にお電話するんですけど、はい、5分前に LINE をしまして、はい、はい、この後5分後に電話します。はい。いうふうで、はい、今日は直樹屋に渡しませんよ。もう、ヘルプの直樹屋になるかなと思いましたけども。本当に皆さんにお世話になってます。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい。で、まあ今日、本日ですね、キムフィさんに、はい、ご出演いただいたのは、はい、いっぱい告知があるということでお聞きしておりまして。いっぱい告知があってですね。はい。どっから行きましょうか。まあ、一番大きい、メインの告知からさせていただきましょうね。はい。実は僕音楽活動もしててですね。はい。初めての方もいらっしゃると思うので、ちょっとその辺の自己紹介もさせていただきます。カホンという楽器をもう7、8年やってるんですけども、はい。カホンって何かというと、箱の形をしたドラムの代わりみたいな、打楽器です。で、はい、いろんな曲に合わせて、リズムを刻んでるっていうのを趣味でやってまして、その延長で、プロの方から、お声がかかって、レコーディングとか、ライブとかに呼ばれるようになってるんですね。そのライブが、今度、11月の14日、今度の日曜日ですね。はい。にあります。場所というか、会場がですね、海の上。です。那覇港から出ているモビリック号っていうクルーズ船の中で、演奏するんですけども、はい、このライブが、フォークソングライブということで、60年代から70年代の懐かしのフォークソングの生ライブをします。はい。で、そのライブの、2組あってですね、1組が、ヤマコ。というシンガーソングライターで僕の実の姉になります。はい。はい、彼女は多分一人でやると思います。はい。ソロで。で、それと一緒に、もう一つのバンドで、バンドというか、デュオで、大空智也君率いるオールコネクトという三人のグループの中の一人が僕です。で、三人で、出ます。はい。これが、11月14日。ね、はい、ウエストマリンさんから出てるモビディック号でやります。で、この、通常夜のライブがメインになるんですけど、今回お昼のライブということで、はい、出港が、11時30分に出港するので、会場、参加される方、遊びに来られる方は、集合時間が10時45分から、受付、船に乗るための受付をするので、10時45分から受付開始で11時15分までの間に来ていただくというような内容になっています。で、こちらにはフォークソングのライブ、生ライブと、あとお食事がつきます。和風御膳というウエストマリンには、実は厨房が船の中にあって、船の中で作った出来たての和食御膳という、弁当ですね、重箱の料理を堪能していただきながら、フリードリンクということで飲み放題がついてます。発泡酒とハイボール、泡盛、ワイン、ノンアルコールかビールに、ソフトドリンク各種がついて、税込みで大人お一人様5390円という、内容になっております。こちらの方は、ご予約はですね、ウエストマリンさんか僕の方にも直接、連絡いただければ予約は受けますので、ぜひ皆さん、県内の方で、14日、これその中でいたら、ぜひ遊びに来てください。はい。メインの告知はこれです。ありがとうございます。ひふみさん、ご無沙汰しております。みそにこみすきです。お久しぶりです。はい。実はモビディック号、今日、昨年のですね、昨年はまあ、ディナーでしたけれども、はい、ヤマコさんや、オールコネクトさんで、やってたライブで、ディナーで参加させていただきましたけれどもね、とってもなんか懐かしい、もう私たちには心に響くソングがたくさんでしたのでね、面白かったんですけど、そうなんです。今回はね、ランチということでね、ほら、はい、夜にね、やはりお家を開けるのが心配だなっていう方とかね、その奥様方も参加しやすい時間ですよね。うん、そうなんですよ。はい。ですね。で、今またコロナ禍、はい、
コロナ、もう緊急事態宣言も明けたところで、はい、まだちょっとそういうイベントとかにちょっと行くのちょっと怖いなっていう方もいらっしゃると思うんですけど、昼だともう少し行きやすいのかなと、参加しやすいかなと思ってます。あとね、実際にね、モビディック号に乗りまして、結構換気もしっかりされてるので、ね、安心して。換気というか窓開けっぱなし。そうなんですよね。もう、でもね、本当に海の風が気持ちがいい季節なんじゃないかなと思いますので、はいはい、ね、ぜひ、ちょうどいい季節ですね。ですね。そしてはい、お食事もちょっとスタイルが変わりましたね。そうですね。ね、バイキングのコーナーも、例えばサラダとかデザートとかあると思うんですけども、お一人様今度は和風御膳ということで。しっかりじゃあ、弁当和食になってます。しっかりじゃあお食事もいただいて、ライブもしっかり見られるというところですよね。はい。はい、食事超美味しいんですよ、ここの。で、うちの、なんか、隣の人が、ちょっとこの、クルーズ、はい、モビリック号のことで、ちょっとお話ししたいみたいでしたので。え？なんか出とれないですけどね。いや、今、お疲れ様です。久しぶりですね。久しぶりですね。こんばんは、元気ですよ。聞いてない。私も元気ですよ。ね、やっぱりね、ひふみさんの場合はね、はい、そういうシンガーの方からね、お誘いがね、いろいろあってですね、私もですね、はい、自称、はい、滑りタンバリン奏者と、ね、なっておりますけどもね、どこからもオファーがございませんので、はい、また一度ね、ひふみさんの方からね、オファーいただければね、素晴らしいね、滑りタンバリンをね、やりに行きますのでね。おだまり。どうかお誘いください。おだまり。おだまり。ってね、タンバリンとカホンだけでは音楽にならないと。ああ、そうですね。あ、ひふみさん、あなたのマラカス振って音ペチペチ鳴らしてください。ああ、いい感じですね。ひふみさん、ツイキャスでですね、アンツマさんが14日ならいるなって言ってますけど、はいはい、何時に戻ってくるのって。あ、僕に DM いただければ、船予約しますよ。なんか、多分戻ってくる時間が気になってるみたいなので、じゃあ、あつばさんまた、問い合わせていただければと思います。ひふみさんにね、直接。船がね、船が港に戻る時間が、予定が1時30分です。あ、1時30分ということで、もしかしたら、はい、あれですかね、きっと、あんつばさんは、ね、南大東ですので、多分飛行機の時間とかその兼ね合いでしょうね。南大東に行く船の時間とか。ですか。実は僕、この日、この1時30分に船戻ってきたら、はい、山子をアジアのお家まで送りとったけ、名護まで牛乳の配達するんですよ。あら、その日にまた牛乳配達があるんですね。あるあります、あります、あります。お疲れ様でございます。お疲れ様です。頑張りますよ、もう。頑張りますね。あと何かまだ告知あるんですか？はい、その牛乳配達なんですけども、はい、僕沖縄県内でしたら、どこにでも沖縄本島内でしたら、どこにでも配達行くということで、今、毎週日曜日は、那覇から出て、浦添、宜野湾、うるま市、茶炭、嘉手納、読谷、恩納村、名護まで毎週日曜日配達してるんですよ。あ、はい。なので、はい、ヤンバルの方にも行きます。それから内地のリスナーさんが沖縄に来た時に、ホテルに、配達もしますので。あ、 ありがたいサービス。はい。はい、前回ダンサーさんなんかにはちょっと配達できなかったんですけど、なんとか時間調整して、朝か夕方とか、都合の合う時間に牛乳の配達もできますので、ぜひ皆さん、EM 玉木牧場牛乳を、はい、堪能していただきたいなと思って、ね。とても美味しい牛乳ですよね。美味しいです ね。これどれぐらい前に、予約したら、配達していただけるんですか？曜日とか、指定の曜日とかが、僕が配達しない曜日とかになると、ちょっと相談があるので、はい、ただ注文の数量に関しては、もう2日、3日前だったら大丈夫です。3日前。はい。はい。では、ぜひ。沖縄いらっしゃる場合は、もうその、日程決まった時点で相談していただければ。はい。はい。ビーチパーティーの会場とか、海にでも持っていきますよ。そうですね。ぜひですね、ぜひ沖縄へ お邪魔される内地のリスナーさんや、あと、もう、うちなんちの方、ぜひですね、3日前には予約をしていただければと思います。はい。あと、中グスクモールでのビーチライブっていう無料のライブがあって、はい、これが11月28日に山子と2人で、兄弟で出ますので、ぜひ皆さんこちらも
あの、足運んでください。11月28日ですね。11月28日ですね。ですね、はい。はい。はい。それからですね、11月11日はアジクーターラジオに出ます。で、はい、13日はスターワールドチャンネルに出ます。はい。16日は田辺恵美子のスペシャリストにインタビューに出ます。で、11月24日はバイアンツリーの木下さんの番組に僕全部出ますので。めちゃめちゃ出られるじゃないですか。聞いてください。めちゃめちゃ出られるじゃないですか。はい、最近なんか急にオファーがいっぱい来て、はい、頑張ってます。はい、ツイキャスで泉さんの特急サラダさん、僕、牛乳何回か頼んだことあります。あ、こういった形でですね、やり取りされてて、あの、本当に、あの、LINE とか、そういった連絡取れるものがあれば。電話番号言っておきましょうか。あ、じゃあ、ぜひ、お伝えください。お願いいたします。注文、お問い合わせ、はい、ライブのチケットお問い合わせも全部こちらの僕の個人の携帯番号にお願いします。言いますよ。090-1947-5212。090-1947-5212。これ今電話かけると、今僕が喋ってこの僕の個人の携帯でつながりますんで。これで本当に誰もね、いたずら電話の一つも来ないんですよ。はい。はい。ということで、はい、お時間となりました。はい、はい。ということで、はい、はい。ということで、今日は、あの、FM ギノワ、毎週木曜日、21時から放送中の番組、ヒーフミンズバーのヒーフミンさんでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ、ごっくんちょ。うん、はい、メールご紹介したいと思います。はい、埼玉のゴーさんからです。ゴーです。ありがとうございます。早速オーディションの鍋の素いただきました。美味しかったです。ね、ああ、よかったですね。よかったですね。え、ありがとうございました。さて、テーマの泡。子供の頃は、お風呂でボディーソープをたくさん出して、体を洗って遊んでましたね。今は逆に子供たちに注意する側に回ってますけど。そうだね。なるほど、なるほど。そして、大好きなお酒。僕も、読谷中ワイフも、ビールの泡が苦手なので、泡は少なめなんです。缶ビールもグラスに焼けずに直飲みです。ビールの泡好きな方、あ、時間飲み？うん、ビールの泡好きな方からしたら信じられないなっていう話だと思いますけど、ということなんですけども、あの、王子も一緒。ね、王子、あの、居酒屋でね、泡なし、泡なしですからね、泡全然ないですよ。はい、ということで、はい、はい、エンディングでーす。来週のテーマは？来週のテーマはマイクです。この番組はアートワークウェブサイト FMJG 沖縄のベニーモ丸焼き元部長誠持ち店陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和ザ・カバーズ絶賛発売中大城バネサの R サプライ自動車整備士を目指す方、奨学金、返金不要、名古屋トリプルエイト、高級木材のご用名は、名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、本日もありがとうございました。ありがとうございました。UA365 さんが、はい、バブルスターの CM の泡っていうね、お風呂、懐かしい CM ですね。あ、懐かしいですね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。テーマ、365さんがね、うん、見てくださいました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、では、また来週。閉店ガラガラ。どうぞ。はい、今週もお聞きいただきまして、ありがとうございました。いやー、ひふみーさん、もういっぱいね、告知ありましたね。はい、うん、もうでしたね。王子の入り込む余地なし。なしですね。うん、あの、うん、今日はね、ちゃんとあの、聞いてましたんだね。うん、ちゃんと聞いてた。うん、聞いてましたよ。うん。何言ってた？え？うん、告知いっぱいしてたよね。ラジオ出るよって。ラジオ出るよって。
ですね。ね、はい、ありがとうございました。また来週です。